レス君が痛そうですか。え、アキレス君が痛そう。なんだろうね、ちょっと痛みついてみたら、もういいわ。どうも、春になっても調子が上がらない魔人です。IgA 腎症の発症当時もそうですが、最後に朝すっきり目覚めたのはいつだったっけって状態になると、倦怠感を身にまとっていることが当たり前になってきて、自分自身が疲れているのか年齢的なデフォルトなのか、どっちかよくわからなくなってきます。ある日突然、見たこともない血尿で我に返り、それによって崩壊したメンタルに引きずられたかのように、体が動かなくなりました。そう、急激な変化があれば体の異変にも気づけるのですが、日常の積み重ねでゆっくりと進行する類のものには、なかなか気づくことって難しいんですよね。今回は軽い腰痛のような症状で、早めに回路へ治療に行く決断ができたのでよかったのですが、シーズンインのタイミングでも何でもなかったら、きっと、年相応に、なんて放置していたのではないかと思います。大事に至ってからでは回復も遅れますので、視聴者の皆さんも無理はせず、違和感を感じたら早めの対処をされるようご注意ください。まあ、そんなこんなで IgA 腎症発症以降ご無沙汰だった。カイロプラクティック戦に行ってきました。勝手に宣伝しちゃいますが、初めて治療してもらったのは随分前の国体予選の当日。アップ中に突然腕が振れなくなり、危険やむなしって状況で、招集所にバツをつけに行こうとしたところでばったり出会い、その場で治療。勢いよく腕を振ると呼吸ができなくなる状況から、まともに走れるようにしてもらい、それ以来の先生と患者の仲になりました。アキレス腱痛、四十肩の治療はもちろん、一番お世話になったのは股関節脱臼の時です。病院には行かずに直後から線に通い続けて、走れるようになるまでリハビリに付き合ってもらいました。あの時の治療は本当に痛かった。比較的体が元気な時は、治療がとても気持ちよくそのまま寝てしまいそうになるんですが、ダメージが大きい時ほど声を上げそうになるほど、治療に痛みを伴うような気がしています。現治療では並行してあちこち見てもらっているんですが、一番痛みを感じるのは腸腰筋。首や肩、腰、アキレス腱を差し置いて、腸腰筋がここまで疲労しているとは思ってもいませんでした。まあ、痛いのは嫌ですが、これを乗り越えれば、またしっかり走れるようになると信じて治療に励みます。もちろん、練習を続けながらですし、県選手権も出場する前提です。シーズンインの記録会の調子だと、110メートルハードルの完走も怪しい状況でしたが、少し希望が見えてきた感じでしょうか。46歳、まだまだ頑張ります。さて、この日のお品書きです。冒頭でもターボに突っ込まれた通り、アキレス腱が痛くて、ゆっくりハードルドリルから入りました。その時の動画は前回のショート動画の背景で使ってしまったので、今回はスルーです。どうせいつものドリルですし。その後、改めて動き作りと流しをしたんですが、流しではやはりアキレス腱が痛みました。ペースはゆっくりゆったりですが、そんなにかばって走っているつもりはないんですよね。なぜターボにバレるんでしょう。ちなみにツッコミをもらったのは2本目と3本目の間、歩いて戻っているタイミングでした。徐々に慣れてきて3本目あたりから、よし行けるって感じです。メインの 100m4 本 ×2 セットです。ロングスプリントを意識したスピード持久トレですが、往復走にすることで負荷を上げています。ただし、設定タイムは13秒5以内と控えめ。ターボも魔人もおじさんなので、若者と比べると流しかよって感じですが、この年になるとこのくらいの設定でいけます。しかも魔人の1本目はスタートこそしっかり出たものの、以降はリラックスして走ったんですが、なぜか先日の記録会とほぼ同タイム。あの記録会は一体何だったのか。クラウチングから出ていないですし、条件違いますけど、一回ケアしてもらったくらいでこんなにも動けるようになりますかね。逆に怖いくらいでした。2本目以降は設定タイム通りに走るように修正。さすがに12秒後で4本は走りきれる体力ありません。計画通りの練習を積み重ねられるようになったら、設定タイムを上げていこうと思います。実際問題、4本目はかなりきつくて、スタートでは足が前に出なくて、ターボに置いていかれました。
中盤頑張ってしっかり追いついていますが、本数をこなす練習はやっぱり苦しいですね。セット間レストは20分しっかり取りました。普段ひっくり返ってるだけの魔人には珍しく、休憩中もあちこち歩き回って過ごしました。本来こうあるべきなんですが、いつの頃からか動けないことを理由にダラダラしすぎていた気がします。反省して今後に生かさないとですね。なんて言ってますが、実際問題ゴール後に動けるかどうかって、その時にならないとわからないんですけどね。走っていてまだいけるってアクセル踏んだ後のこと考えてないんで。 100m を13秒5のペースで4本走れば 400m 54秒って計算でやってきたこの練習、残り 200m と本当にきついところに差し掛かってきました。シザースってなんだっけととぼけたくなるほど指示客の戻しが言うことを聞かなくなってきています。ただでさえ流れやすい足が途方もなく流れていく状況、流してる暇があったらさっさと引き戻していかないと、どんどんきつくなっていくのが分かっていても戻せない戻らない。ラスト1本のスタートなんて腰がすぐに抜けてしまって、足を引きずってるのかってほどに前に出すことができませんでした。それでもしっかり最後まで走れたことは収穫です。今後もロングスプリント対策を頭に入れたメニューにしていこうと思います。